消防寺は、兵庫県三木市別所町にある高野山真言宗の仏教寺院。三号は、誇れ山。本尊は十一面千字観音菩薩。法道千人により、回帰され、大化五年創建された。天独年間に、遠遊天皇の直眼道場となった。最盛期には七院十二坊まで拡大したが、その後衰退した。奥連聖人により三院七坊まで、 中高再建された。しかし、天正八年、三木合戦の折、橋場秀吉軍の陛下に相承出した。天正十一年、改修商人により、三院三坊を再建され、続いて、慶長十六年、長瀬商人により、大志道、解散道が、翌年には、本坊が再建された。元元年、赤史城主、小笠原忠政より、国高二十国を寄進された。 慶安元年、徳川家光より御朱印を貸しされ、以後、歴代の将軍より御朱印を貸しされた。江戸時代末期まで金剛印、新旅印、大乗印が残ったが、明治維新の廃物毀釈により、約20年間無重となり、荒れ果てた状態となった。明治22年、石の王秀により復興され、金剛印を修復した。大正13年金剛院境内に三門を、建立し、 昭和28年代始動を本堂横より現在地に移転した。しかし、昭和48年台風と老朽化により本堂が倒壊し、以後再建されないままである。平成元年改装1340年及び近代復興100年記念事業として、境内に曼荼ラの丘が建設された。郵便番号673-0454兵庫県。 三岸別所長消防事157ありがとうございます。